メロンリキュールはメロンを原材料としたリキュールである。主な生産国は日本とオランダ。おおよそアルコール度数は17から23度、エキス分は14から45%。初めてメロンリキュールが作られたのは1964年である。日本のサントリーが発売したヘルメスメロンリキュールが世界初の製品とされている。メロンリキュールは1971年に 日本では初めて行われた国際バーテンダー協会による世界大会の際に多くのバーテンダーに認知されるようになり世界的に広く愛飲されることとなったその後1978年にサントリー種類が緑メロンリキュールを発売これは従来品に残る売価独特の野菜臭を低減した完成度の高いリキュールであり 日本を代表する名手の一つとして各国に広まった。現在では約30カ国に輸出されている。製花用には専門メーカーのドーバー社が着色料使用、不使用の両タイプを製造、販売している。マスクメロンハニーデューメロンいずれもマスクメロンやハニーデューメロンを原材料としており、その甘み、色彩を意識した作りとなっている。 メロンリキュールをカクテルに使用する場合、このリキュールの緑色を活かすようにするレシピが多い。セックスオンザビーチこれらの他にも香り付け、色付けとして様々なカクテルに添加され、レシピのバリエーションを豊かなものにしている。ありがとうございます。